はい、皆さんおはようございます。趣味理数のしゅうです。今回の問題なんですけど、正十角形あります。で、その時にこの長方形が40平方センチメートルです。この時に、正十角形の面積は何本になりますかというのが今回の問題となっております。分かってれば結構早く計算できるんですけど、まあ、視点として面白い視点だなと思って今回は問題をやっていこうと思っております。はじめ長方形の性質なんですけど、こんな風に対角線を引きます。そうするとここの正十角形の中心が分かりますね。その時にここの三角形とここの三角形というのが合同で、もう一つ白い三角形も合同です。この時にこの4つの三角形は面積等しいということが分かってます。理由としては、例えば2つの三角形求めるときは底辺×高さ割るにすれば2つ求まります。またこの白い三角形も底辺×高さ割るにすれば求まるので、同じ長さということで面積同じになりますね。なので4つも同じやということが分かります。そうすると1個分の三角形というのは4分の1、40の4分の1なので、これが10だということが分かります。はい、そしたら十角形というのはこの三角形が10ピースあるということから、10平方センチメートルに10倍すればいいので、答えは100平方センチメートルとなります。はい、今回の問題は結構基本的な問題で、分かれば簡単なんですが、意外と気づかない問題だと思います。この問題から結構いろいろ応用的に作れたりとか、面白くおかしく作れると思いますので、皆さんもいろいろ自作してもらえたらなと思っております。今回の問題が面白いと思いましたら、ぜひともグッドボタンとチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次の授業で。それではまた。バイバイ。